東長崎営業所社屋。ターミナルを兼ねている。東長崎営業所開設当初の様子。左奥のプレハブ作りの建物が仮社屋。東長崎線運行開始を全面に掲示して走る。東長崎営業所の車両長崎バス東長崎営業所とは、長崎県長崎市平良館町373番2号に、あり。 東長崎地区の路線を担当する長崎自動車の営業所である。長崎バスは自社エリアと県営バスエリアを接続するための路線を2012年と2013年に新設しており、自社の基準運賃にてバスの運行を行っていた。これを受けて県営バスは運賃格差解消のため2014年より新たに競合する区間を 長崎バスの基準運賃に合わせて値下げすることを決定する。しかし、値下げを行った場合は、大幅な減収となり、それをカバーする女性なども得られなかったため2013年秋に一部路線の撤退を決定した。これに伴い、長崎市地域交通会議が実施され、そこでの合意に基づき県営バスの運行を引き継ぐ形で、長崎バスによる運行が決定し、 2014年4月1日より事業承認を得てから運行を開始するまでの期間が3ヶ月しかなかったため当初は仮設の社屋で営業を開始し2017年にバスターミナル付きの正式な営業所社屋が建設されたまた社屋を建設する際に正式な整備工場と給油設備も合わせて建設されている保有車両数は 開設時で17台と発表されており、長崎バスでは最小規模の営業所となる。塩見町、東長崎営業所、彩りが、丘、新田等現川駅前行きは、長崎市内からの直通便で運行され、その他の地域は、東長崎地区内発議のローカル線という形で運行される。ただし塩見町線を除くすべての便が矢神を経由しており、 や神を乗り換え地点として、市内や各地区へ接続することが想定されている。長崎半島東側の県道34号線を通る路線で中型バスで運行される。中心部から枝葉のように分かれた主要路線の枝先にあたる地域同士を結ぶ路線として機能する。大田尾地区には1979年より、や神方面は、 東長崎営業所が開設される前の2012年11月19日より乗り入れを開始した。矢上方面はモテギ、メシ港の裏矢上線として運行を開始した。2012年11月までバスが運行されていなかった日吉潮見町のほとんど住宅がない区間を結ぶもので県営バスのエリアであった矢上地区と長崎バスのエリアであるしげ日吉、大 田上地区をバスで移動できるようにしたものである。これらの地区は、長崎市中心部より矢神などの東長崎の方が、近く、地域住民が、通院や買い物で、他地区を利用する際に、東長崎方面への依存度が高かったことから、東長崎へバスを乗り入れるに至った。玄川駅前発着便は玄川駅前行きが、高城台経由、玄川駅前出発便が、 ババ経由で運行される。平日に東長崎営業所行きが1便のみ、土日祝日に田上見行きと東長崎営業所行きが1便ずつ運行される。茂木地区から日吉地区までは全体的に狭くカーブの多い区間を走行する。また、片峰座頭浜間は自由乗降区間になっている。中尾ダム上流の山間部にある住宅地と 国道34号線周辺地区を結ぶ路線で小型バスで運行される。卸団地を経由する便は、県営バスが廃止した朝の便を保管するもので、日中は県営バスがこの区間を運行している。経由番号は、ここウォーク森町発便が90番、ここウォーク森町行きが100番となっている。綾やが、岡地区や高城台地区と、国道34号線や4東長崎店。 おろし団地をつなぐ路線である。いずれかの系統が運行される。高城台発着便は通学用路線であり、学休日には運休となる。玄川駅前行きは朝のみ、玄川駅前始発は夕方のみ運行される。諫早市との境界にある、筒地が丘地区と4東長崎店をつなぐ路線である。この路線では、中型バスが使用される。経由番号は、 塩見町行きが80番、ここ大久森町行きが100番、新地ターミナル行きが200番、長崎駅前南口行きが7番となっている。は一部の便の未始発、終点として使用する。長崎市東岸部の塩見町と長崎市中心部を結ぶ路線で、中型バスで運行される。姫大台局塩見町の区間は、八神田上線と運行区間が重複している。 県営バスが路線を廃止した春日車庫塩潮見町の区間と市内中心部を結ぶバスを運行するためのものであり、市内から春日車庫前までは県営バスと区間が重複する。2018年のダイヤ改正より潮見町からのここ多く森町直通便の運行を開始した。2019年4月より潮見町から新田頭を結ぶ路線も開設した。経由番号は 矢上方面行きが90番、立上行きが6番、ここウォーク森町行きが100番、長崎駅前南口行きが7番となっている。は一部の便の未始発、終点として使用する。長崎市中心部と矢上地区の北西部を結ぶ。県営バスが廃止した路線を引き継いだものである。新田タ頭駅は、長崎市中心部と平間町北部の山奥にある新田頭地区を結ぶ。 路線で、県営バスは、東長崎の各地区同士を結ぶローカル線として運行していたが、長崎バスは、長崎市内中心部からの直通路線として、運行を行っている。東長崎営業所解説所年度から日田等、年の上玄川駅前発着の市内直通便が運行を開始した。高木玄川駅前は自由乗降区間となっている。 2016年4月からは、筒子が丘からの市内直通便も運行を開始した。また、2017年4月のダイヤ改正より、あやが丘からの市内直通便も運行を開始した。2019年4月のダイヤ改正より、新田島発着と現川駅前発着のうちの、馬場経由が東長崎営業所に乗り入れるように変更された。憩いの家前経由は、 東長崎営業所行きが平日一本のみ通る。森町行きは江戸町経由で運行される。八神と恵農家、県立大学シーボルト校、長崎商業高校をアゼベ島経由で結ぶ路線である。朝夕の通学時間帯に数本程度運行される。2017年4月より運行を開始した。通学者向けの路線である。 2018年4月より長崎商業発着となり、2021年4月より八神長崎商業の便が網場堂発着に変更された。ありがとうございます。